議員さん、こんにちは。本日は丹波市市議会議員の広田真由美さんにお話を伺います。広田さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、広田さん、はい、今日はね、ええ天気になりましたね。そうでしたね。ちょっと寒なったり、ぬくなったりでございますけども、はい、風はちょっと冷たかったです。そうですね、はい。それからね、ちょっと今世間はね、うん、コロナウイルスのね、はいはい、話題でいっぱいですけども、はい、広田さんの方はどうなんですか。やっぱり、余計な言葉では出かけないという感じで。あ、そうですね、はい、もうなるべく家でゆっくりしております。今は3月の、ね、本会議も終わって、はい、ちょうど次回の議会は、まあ、6月の議会なんですけど、まあ、その間にいろんな委員会があったり、はい、そうですね、この、ね、コロナの関係でね、はい、いろんなこともあるかと思うんですが、はい、なんか緊急にまた議会の方でも招集がかかったんですかね。そうですね、緊急事態宣言がされましたので、明日議員総会が緊急で開催されるという連絡を受けました。確かにね、テレビでもその緊急事態宣言ですかね、が、はい、多分その関係が今県の方へ降りてきて、はい、それが市の方へ多分来てと思うんですけども、はい、まあ、その対応をどうするかという内容なんですかね。そうですね、当局からの、経過報告であったり今後の報告であったりとかということがされると思われます。そうですね、はい、今確かに学校もね、うん、もうやっとこの始業式が始まって、はい、この入学式が始まろうとしているにもかかわらず、また休校やとかね、はい、言ってるんで、このまた保護者の方も、うん、ね、仕事行かないかんし、また子供休みになったらおらないかんしという、うん、でそれもまあ急ですからね、仕事をほんなら休めるわいう人はなかなかね、はい、難しいと思うんですけどね、はい、まあ、こんだけ長期化するとはね、まあ、最初私も思ってなかったんですけど、うん、なんかテレビニュース聞いてると、なんかもっと何もなりそうな気も、本当です ね、はい、初めはまあね、季節性のものかなというふうに思っていましたけれども、まあ、今のところは、ワクチンであったりとか、効果的なお薬であったりとかで、治療薬がまだ見つかっていないっていうところら辺で大変な状況なんだろうというふうに思います。そうですね、ちょっとほんまになんかよく分かってないっていうのもちょっと不安材料ではあるんですけどね。はい、はい、本日は丹波市市議会議員の広田真由美さんにね、お話を伺っております。広田さんの方は前回の本会議の方で、うん、まあ、会派代表ということで、はい、質問されたということなんですが、はい、どんな内容をされたのかお聞きしてもよろしいですか。はい、単身会としてはですね、1回目の代表質問は会派の代表である小橋昭彦議員がされまして、2回目の会派質問は幹事である吉住剛議員がされました。それで今回は私は会派の副代表ということで代表質問をさせていただきました。はい、内容は環境にっていうことをテーマにさせていただいています。うん、まず地球温暖化防止推進対策事業所っていうのが丹波市には ありまして、それらホームページで見ましたら58事業所が登録されておりますし、どのような内容で自分たちの事業所は温暖化防止対策を取り組んでいるんだっていうことも分かるようになっています。その事業所の状況について質問しました。2
2つ目には、毎月22日が脳マイカー通勤の日というふうに、定めていまして、実施しているわけなんですけれども、その状況について質問をさせていただきました。そして3つ目には木質バイオマスに関して薪ストーブとか薪ボイラーとかの推進をされているその実績について、質問をしました。4つ目には電気自動車購入補助というのがあるんですけれども、最大10万円ということで、今年でも200万円の予算化がされているわけなんですけれども、その効果であったりとか今後の推進状況どのようにするのかというようなことを質問しました。そして5つ目には脱プラスチックへの取り組みを強化しようということで、エコバッグの推進をすべきではないかというところを、質問をし提言をしました。はい。それで、まあ、最後にそれらすべてのことを踏まえて大きなテーマであるところの、気候非常事態宣言を、すべきではないかということを提言させていただきました。はい。それが質問の内容というところです。はい。まあね、環境に優しい、まあ、対策っていうのは、はい、今なんですかね、 SDGs ですかね。はい、そうですね。ね、なんかちょっと横文字ばっかりなんですけど、うん、はい、まあ要は、まあ、長く地球をね、うん、生きながらえるじゃないけども、ね、循環型社会というかね、はい、持続可能な社会を目指している中での、はい、多分質問やったと思うんですけども、はい、実際にこの丹波市内ではその事業所の、うん、その手挙げている事業所っていうのは伸び悩んでるんですかね。伸び悩んでいると言いますか、はい、その手を挙げられた事業所に対しては、うん、はい、垂れ幕っていうものを市としては渡して、うん、そして垂れ幕をしてもらうということで、その市民に対しても、啓発を進めていくという目的があるというふうに思うわけですけれども、はい、現在その垂れ幕を登録されている事業所さんで垂れ幕をされているという事業所さんがほとんどないんですね。なので、はい、その目的が果たせているのかというところ、指導ができているのかというところを、うん、問わせていただきました。あ、なるほど。じゃあ、まあ、たくさんの事業所が手を挙げていただいているんやけども、まあ、実際その取り組みをやってるにもかかわらず市民の見える形になってないってことなんですかね。うんうん、そうですね。それでは十分にその目的が果たせてない、果たせてなかったらそれは、指導するなりして、果たしていく必要があるというところを、言わせていただいたところです。はい。それは丹波市のこの、環境報告書にも書いてあるように、市民と市とそして事業所3社が連携してやっていきましょうというところをわざわざ書いているわけですから、そのように、市としては持っていかなければならない、それが取り組みになってくるというふうに思うわけで、うん、はい、そのところを問いただしたかったということです。なるほどね。まあ、せっかく良い取り組みであるにもかかわらず、まあ、市民からなんか何してはんやろっていう感じになってるってことなんですかね。うん、もっと見える顔してほしいということですかね。そうですね。はい。もしかしたら市民には伝わってないという可能性もありますし、うん、はい、その垂れ幕をされていることで、そこの事業所は環境に高く関心を持ってそして活動されているところであるっていうことを市民も認識してそこを選ぶということもできるわけですし、そういったようなことは大切なんじゃないかと思っています。なるほど。それからノーマイカーデーですか。はい。
これ多分市民の皆さんも何日がノーマーカーデーなんかで、これは丹波市が取り組んでるのは毎月なんか日にちが決まってるんですかね。毎月22日という、はい、日にちを決めて、うん、でノーマーカーデーということでされているわけです。はい、はい、しかし延べで、出されていますけれども、実際月割りにすると10人から20人の間というわけでして、うん、はい、かなり少ないなという印象を受けています。あ、確かに、はい、そうですね、はい、ちょっと率からすると、うん、ほんまにやってんのかってそうですね、はい、で多分その市民の皆さんもその丹波市全域で取り組もうという日にちですよね。それはそう、手を挙げている事業所と、はい、そして庁舎職員、庁舎、はい、市職員 の、取り組みにまだとどまっているところですね。あ、そういうことか、はい、ほんならまあラジオを聴く皆さんも、はい、そんなやってたんって、うん、ね、初めて聞いたよって方もいらっしゃるかもしれないですけど、そうですね、うん、まあ、できれば市民の人がね、はい、その日ほんならちょっと歩いていこうとか自転車で行こうとかいう人が増えたら大きく取り組みもね、うん、前進するんですけども、はい、そうですね、はい、そういうことを期待したいところですけど、うん、まあ丹波市というのこう交通の利便性というところを考えたら無理やりというわけにもいかないので、まあ、うん、理解をしていただいて、はい、そして、協力していこうと言っていただける市民の皆さんであったり職員の皆さんであったり、はい、そういった方々、もちろん私自身もですけれども、はい、から始めていかないといけないなというふうなところです。うん、あ、なるほどね。ほんであと電気自動車の補助ですか。そうですね、はい、電気自動車1台購入ということで、上限10万円の補助が、うん、出ているわけなんですけれども、はい、少し自分なりに調べてみたところなんですが、その電気自動車、10万円補助するにあたっても CO2 の対価と調べてみました。そうすると1年間で家庭からの二酸化炭素世帯あたりの排出が4480kg CO2なんですね。そのうちガソリンでの CO2 が 23.3% ということで、1世帯のガソリンによる排出量が 1044kgCO2 ということになります。2010年の京都クレジットのカーボンオフセット販売価格というのが1トンで1467円ということなんで、ほぼ1532円が、1年間のガソリンの CO2 削減の対価ということになるんですね。うん、となるとですね、丹波市民全体のうちの、まあ、約20人が年間補助を受けられるわけですけれども、1年間の、CO2 削減対価に見合う補助なのかどうかというところをもう一度考え直してもらいたいなと、それで良いんでしょうかというところを質問したいと思って、うん、事前に通告していました。はいはい、そしたら答弁のところで、まあほぼそういう電気自動車であったり CO2 の、削減であったりというところの、効果が見えてきているので、令和2年度をもっ
て、そこのところは打ち切りますという回答がありましたもんですから、はい、まあ、その点についてはその補助が適切であったかどうかというところまで、きっちりと突き詰めることはできず、うん、質問を終えてしまったというところがありました、はい、あ、はい、で、あと、ね、5番目に脱プラスチックですかね。はい、そうですね、はい、脱プラスチックっていうのはすごくペットボトルであったりいろいろね、はい、あるわけですし、マイクロプラスチックの問題が海洋汚染であったりとか、まあ、海洋生物であったりとかに悪影響を与えているといったようなことも世界でもうそれは知られている事実ではありますけれども、はい、今回の質問の中では、エコバッグ、プラスチックレジ袋を削減していきましょうということで、エコバッグについての特化して質問をさせていただきました、はい、それでエコバッグについてはこの7月から、国の方でも無料化じゃなくて有料化の義務化っていうものがされていくわけですけれども、そのに合わせて丹波市でエコバッグを作成して配布するという行動を起こしたらどうかというところ、それによって、市民の意識づけになるというところを言いました。ただその市だけでやるのではなくて、それも先ほど言いました市民と事業所とそして市と3社で連携してしていくという意味では、エコバッグ、そういう環境に関心が高い事業所さんに声をかけて、そのロゴマークをエコバッグに印刷したものを作成する、そしてそれはネーミングライツ的な取り組みになると思うんですけれども、それによって市だけの持ち出しではなく、その事業所さんとも連携しながら各家庭あるいは世帯には1枚ずつはエコバッグを提供していくというようなことができないかということを質問しました。で、結果どんなような非常に主婦にとっては関心のあるところじゃないかと思うんですけども。そうですね。結果は、はい、まあ新しい発想をいただきましたぐらいの感じでして、うん、まあ今後考えていきたいというぐらいの。まあ、普通の反応そうですということですね、はい、まあ、でも、はい、一般的にもねそういった意識は高まってて、主婦の皆さんは買い物の時にね大体持っていかれてる人もたくさん見受けるんですけども、はい、私はスーパー行ってもなんかいつも行ってレジのところに並んでから汗やバッグ持ってるの忘れてたっていうぐらいなことなんですけど、まあ今後はやっぱり意識をしてね、バッグ持っていかないとね、やっぱり今の世の中ね、はい、ダメなんで、まあやっぱり市民側からもやっぱり協力していくっていうのも大事だと思いますね。そうですね、また持っていくようにお願いいたします、はいはい、それでですね、富山の方ではそう先進的な取り組みもされていて、はい、レジ袋の無料配布廃止っていうのをもう10年ぐらい前から取り組んでられるところもあって、そしてそこでは、さらに進めようということで男性とか若者がエコバッグを、はい、持っていきやすいように小さく胸ポケットに入るようなものに、作成するとか、あるいはコンビニでコンビニの店員さんが「いりますか？どうですか？」って聞くのに合わせて、まあポッっていうんですかね、その、レジの払うところにちょっと書いて、うん、エコバッグ使いましょうねみたいな、そういったようなものも
こう書いて啓発していくというような、そういうような取り組みもされているというところもあります。はい、まあ、随分前からもうすでに取り組んでらっしゃるところもあるってことは、やっぱり良いところはどんどんね取り入れて、ね、ね、はい、っていただきたいと思いますね。はい、で本日は丹波市市議会議員の広田真由美さんにお話をお聞きしております。広田さんの方からですねリクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、肩たたきという、はい、あの歌でして、はい、同様ですね、昔懐かしい、はい、あのそれをリクエストさせていただきたいと思います。はい、この曲には何か思い出があるんですか。はい、あのまあ懐かしいということですけれども、私事なんですけれども、母が30日に亡くなって、そして4月1日にお葬式をしたわけなんですけれども、私が小さかったということもあるんですけど、母はもっと大きな人だったはずだったんですけれども、いつの間にかだんだん小さくてか弱い人になってしまっていました。そして、亡くなる 1,2 年ぐらい前からはもう施設に入所していまして、今回は誤嚥性肺炎ということで入院しておったわけなんですけれども、今回の新型コロナウイルス発生して感染拡大防止のために面会ができないまま急変して亡くなったというような、それちょっと寂しいなというような感じが残っています。それで10年前にも父が亡くなって、今度も母が亡くなって、まあ、改めて命の儚さというか、そういったものも痛感しているわけなんですけれども、今日新聞に淀川キリスト教病院の緩和ケア の第一人者です、約2500人の看取りをされた経験をされたという柏木哲夫先生がこんなことを言われていたので、ちょっと気になったんですけれども、最後にその人との生き様が凝縮されています。不平を言ってきた人は不平を言って死に、感謝してきた人は感謝して死にます。人は生きてきたように死んでいくのだなと患者さんに教えられましたということを言われていて、母は施設に会いに行ってもいつもありがとうありがとう、忙しいのにありがとう、家のことをもう帰ってしてよとかっていうふうにいつも感謝をしていましたし、その施設であったりの職員さんもに対してもありがとうありがとうと言って感謝していました。で亡くなった時の顔も本当に穏やかな表情でした。そんな母のことも思い出したりして、いつの間にか小さくなってしまった母ですけれども、そういった感謝を持った母のようにこれからも生きてみたいなというふうな思いを込めて、肩たたき、小さい時にもっともっとしてあげたかった肩たたきの歌を、選ばせていただきました。はい、はい、ね、なんか同様、確かに聞いたことある、はい、なんか思い出したような感じですけどね。はい、本日はね、丹波市市議会議員の広田真由美さんにね、お話を伺っております。広田さん、元ね、医療関係のお仕事やということで、はい、まあ、健康をね、今お母さんの話もなんですけども、まあ、健康な時から、まあ、すでにね、はい、まあ、いろんな検査したりしてると思うんですけども、今回なんか無料化になったところもあったりするんですかね。はい、そうですね、いろいろな新しい事業であったりとか健康に関することもされているんですけれども、タンバリングにもいろいろ載っているので、それ以外のことを自分なりにこの真由美通信っていうこれに載せています。その中で、健診から始める健康づくりということで、予算額が7685万円です。これはがん検診の
説明あおあの折り目折り目の時 の、 あの年齢の無償化ということなんですけれども、今まで、なかった肺大腸がん検診が41歳51歳61歳71歳の自己負担を無料にするというものであったりとか、子宮頸がん検診で今まで21歳31歳41歳が無料であったものを新たに51歳61歳71歳の自己負担額を無料にするであったり、乳がん検診41歳51歳61歳現在は無料なんですけれども、新たに71歳の自己負担額を無料にするなど、健康というところに力を入れている丹波市であるというところをご紹介したいというふうに思います。それからミルネのことなんですけれども、ミルネ診療所っていうのがあまり市民の皆さんに認知されていないのではないかなというふうに思っています。医療センターは受付時間が11時というふうに、決まっているわけなんですけれども、ミルネ診療所の場合でしたら8時半から11時半受付と13時から16時受付というふうに午前も午後も受付してもらえます。そして必要であれば医療センターに紹介ということもしてもらえるわけですので、目的に合った使い方をして医療センター、そしてミルネ診療所というのを賢く使ってもらいたいなというふうに思います。最近ですけれども、その知人の方が転倒して頭を打ったけれども、もうミルネじゃなくて医療センターでは時間外になりますし、脳神経外科ということになるので他を探してほしいというような事例もあったようです。その時にご家族とするとどこに行けばいいのかっていうのがわからない状況なんですけれども、そういった時にも、ミルネ診療所で対応してもらえて、そして適切に脳神経外科のある市外の病院を紹介してもらえて、そして入院もされたというふうに聞いていますので、まずミルネ診療所活用していただけたらというふうに思います。そしていいなと思うのが、月曜日から金曜日開院されていますので、市内の個人員さんは木曜日がお休みというところが多いと思いますので、そういったところも活用できるのではないかと思います。はい、なるほど。大きな、ね、病院ができたのは皆さんご存知だとは思うんですけども、はい、なかなか私もそうなんですけど、道通るときに、ね、うん、おわ大きなのができてるわっていうことで、まあ、実際に、ね、行ったことはない方もね、たくさんいらっしゃるかとは思うんですけども、はい、まあ、便利なね病院ができてますので、ぜひともね、利用していただければということですね。本日は丹波市市議会議員の広田真由美さんにねお話を伺っております。もっともっとねお話を聞きたいんですけども、時間の方はね来てしまったようです。広田さん、今日はどうもねありがとうございました。ありがとうございました。